皆さんこんにちは。今日は何ですか？今日ははい、エナのお洋服の購入品を紹介したいと思います。バースデーでたくさんお買い物してきたのでご紹介したいと思います。イエーイ。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、早速行きましょうか。はい、タグを切っちゃったんでちょっと携帯で写真撮ったからそれをちょっと見ながらやりますね。お願いします。はい、じゃあまずはアウターから、はい、紹介していきます。はい、じゃあここに入っちゃってるんだけどさ、ごちゃごちゃがね、うん、そうごちゃごちゃが。はい、じゃあ1着目アウター系です。じゃん、かわいいですね。これかわいいよね。うん、なんかあれだよね、もう切るの、もう切るの、かわいい。これはサイズは80センチを買いました。もう切るかな。で、着ちゃう？今着る？うん、持ってるお客様お見えですよ。値段がこれは1790円です。いいね。かわいいよね。うん、フリルとかついてね。フリフリ好きだよね。そう、フリフリ系フリル。買っちゃうんだよね。これもだけどフリフリ。ママがさそういう経験ないからさ、ちょっとエナに。本当フリフリ多いよね。着せたいなっていう。パパ。何ですか？いじめですか？暴力ですか？じゃあいいですか？こんな感じです。はい。じゃあ次。次はこんな感じのブルゾン。これも可愛いよエナ。ブルゾン系、なんかちょっとピンクベージュっぽい感じのブルゾンね。カジュアルに着たい時とかね、これ絶対可愛いよね。ジップ式。値段が1790円でした。いいねバースデー。サイズも80センチ。これも80センチ買いました。おいで。じゃあ次行きまーす。次はトップス系でーす。またフリフリでーす。またフリフリ。これブラウスですね。これも80センチを買いました。微妙に80センチ大きいんだけどね。ジャストで買うよりちょっと大きめで。買えば、うん、ワンチャンこういうブラウスだったら、あの春、来年の春とかも多分着れるから、れ、まあ、これいいよね、うん、こんな感じです。これはお値段が1190円です。こんな感じです。ワンワンいないよ。はい、ごめんなさい。じゃあ次、またフリフリでーす。フリフリしか買ってないやん。確かにやばいね。こうやって見るとすごいわ。フリフリ女になっちゃうよね。これはニットベストだね。そうですね、うん、いやこれめちゃくちゃ可愛いよ。サイドがちょっと ね、こういう紐で結んでるようになってる感じ。無駄に可愛い。こっちこっち、うん、切るの、ね、かわいい。かわいい。かわいい。なんかかわいい。え、モデルさんですか？はい、ありがとう。この柄もかわいいよね。こんな感じ。これは値段が、これも1190円ですね。続いて。続いて。じゃん。またフリ。やめてよ、もう。フリフリ買いすぎじゃない？これはなんかさっきのブラウスとかと違ってちょっともう秋仕様のシャツ系、うん、なんか色合いもね、そう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 、秋っぽい感じね。色合いが大人っぽい。うん、大人っぽい。まだ1歳だけど、うん、1歳だけど大人っぽい。ね、かわいい。これはお値段が1000円390円です。
これも80。うん、これも80センチ。大体80センチを今買ってるね。は、次。じゃじゃん。またじゃないこれ。じゃん。またじゃない。なんで。こういうのしか売ってなかったもん。違うよね。違うよ、ね。多分全然いっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだけど、なんでかこういうのにしか目がいかないの。これはさ、ほら、もうレイヤード重ね着とかもすごいしやすいし、しやすいよね。そうそう、ベストとかで合わせてあげても絶対可愛いから、ちょっと涼しい日が出てきた。そう、出てきたから、こういうのはね、ちょっと早めに、うん、使えるから。うん、これは値段が890円です。安い、ね、安いね。じゃ次、次はまた、いやじゃあ、フリフリしか買ってないやん今のところ。これはさっきのチェックのブラウスとちょっと形似てるんだけど、似てる、これと似てるんだけど、似てる、生地は生地が違う、うん、違うね。ちょっとこれは本当早め、うん、ちょっとに着せられる、そう、着せられるから、これもちょっとストライプ系も可愛いから買っちゃった。はい。あとさ、こういうのありがたいよね。ここに、ああ、ゴムね。そう、袖のところが絞られてゴム。何？腕まくっても落ちてこないから、それいいよね。うん。うん。これはじゃあおいくらですか？これは1390円です。はい。かわいい。じゃあ。かわいい。ディスチェ。これかわいいよね。これ何でもレイヤードできるよ。うん。いいとこ多いから。さっきのさ、ブラウス合わせられるね。そう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 。いいじゃん。こういう感じで合わせてもかわいいしさ。いいやん、えなちゃん。これのお値段は1390円でした。お次はこれですね。かわいい。じゃん。あ、卒業ですね、フリフリ。やっと。やっと卒業ですね、フリフリ。やっと。あ、どこ行くんですか、今。トレーナーを買ってみました。これもサイズは80だったと思うんですね。80です。ちょっと今のエナの身長とか体型からするとちょっとオーバーサイズめになるかな。これがさ、ここの部分がすごい可愛い、可愛くてさ、刺繍になってんのよ。ちょっとね、尻尾がね出ててね、そう、可愛い、可愛いの。エナむしり取りそうだけど、ちょっとなんかいじっちゃいそうだね、うん、ここは、これは、ここはじゃない、これは1390円です。後ろはもうシンプル。いいね。です。はい。フリフリじゃないこういうのもやっぱ可愛いね。うん。バラスでいい。たまにね、やっぱこういうのもね、ないとね。いや、ないと普通、本当に。本当に。次。はい、じゃーん。あー、フリフリ戻りました。戻りました。フリフリ戻りました。カーディガンみたいな。そう、カーディガン。うんうんうん、カーディガンです。カーディガン。もうちょっと涼しくなったらね。うん、いいね。もう羽織、羽織らせてあげたい。よいしょ。これはいくらですか？これは、これもサイズ80ですよね。80ですね。これも1390円です。はい、です。はい、はい、次。じゃあ次。じゃあパパ見せてください。はい。次はこれ何人だ？これカットソーですね、トップス。うん、これもあのさっきのビスチェとかニットベストとか、うん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 、重ね着してあげた時にもちょっと可愛いし、カーディガン羽織らせた時にちょっと柄がチラッと、あー、透ける感じ、透けるっていうか普通に見える感じも見える感じ、ね、可愛いかなと思って買ってみました。お値段は890円です。これちょっと安い、いいね、かわいい、ね、うん、かわいいね。あ、本当に。次はこちらです。オーダーのトップス。え、またヒラヒラじゃないですかこれ。そう、後ろ首元が、俺ヒラヒラじゃないと思いきや、
首元をこうフェイントかけてきましたね。まあでもそれはもうボーダーはもう何でも使えるよね。使えるね。うん。かわいいね、ここの、そうそう、このリボンみたいになってる。ママがさ、ボーダーのトップスとか持ってるからさ、ちょっとこれでリンクコーデみたいな合わせて着たいなと思って買ってみました。いいですね、サイズはもちろん80、はい、もちろん、うん、安いですよ、値段が690円。安いね。安い、かわいいし、しっかりしてるね、生地も。じゃーん、はい、これもママが似たの持ってます。そう、青のストライプ柄のシャツをママが持ってるから、ちょっとこれもリンクコーデをしたくて買いました。パパのリンクはありません。これも可愛いよね。可愛い、ちょっとアップすぎるね。いや、近くに見えた方がいいかな。可愛い、これも可愛いよね、うん、これが1390円ですね。はいはい、次、次はこれカーディガン。これもカーディガン、かわいい。ちょっとさ、こういう色、差し色であってもかわいいかなと思って。秋っぽいね。そうそうそう、ちょっとマスタード系の色味、うん、いいね、これ、そうそうそう、これ結構かわいいやん。これさ、さっきのさ、あのボーダー入れてもかわいいから、ね、うん、ちょっとボーダー入れてみようかな。かわいい。あれ、見えないよ、一応見えないよ。こんな感じ。そうそうそう、ボーダー入れてもかわいいし、いい、あとこっち、こっちのさっきのさ、この花柄のトップスを入れてもかわいいよね。かわいくない？かわいい。ちょっと下からも出るの。いや、でもあの、インスよね。あ、インスか。インなんですね。かわいいね。という感じで、まあ、今回買ったものにも絶対合わせられるなと思って、合わせやすい。色物を挑戦してみました。これですね。これはいくらですか？890円です。意外と安い。安い。意外と安い。1000円超えてると思った。ね。安い。よかった。こんな感じです。次はボトム系いきます。お、ボトムはちょっと2本しか買ってないんですけど、っていうレギンス系を買いました。かわいい。あ、でもボトム系はね、かわいいね、このワンポイントも。あ、そうそうそう、なんかちょっと木のボタンみたいな、ボタンついてるんだよね。で、まあ先っちょはね、足の先はちょっとフリフリ、安定のフリ。いくらですか？690円です。はい、これです。で、次、かわいい、これかわいいよね。花柄ね、やっぱなんかリボンとかがついてるのもかわいいよね、うん、腰回りがフリフリ。結局フリフリ、どっかしらにフリフリが入ってるね。かわいい、これかわいかった。これも690円、お値段は690円です。はい、次、パジャマ。パジャマかわいいんです、これが、これがかわいいんです。はい、じゃーん、じゃーん、パジャマ、柄がかわいいんだよね。キリン、そう、キリンさんです。裏もキリンさんです。これ小鳥、小鳥シリーズのやつですね、柄が。これね、後ろ、あ、ここ ね、 後ろがね、脱ぎ着しやすいようにね、ゴムになってる、ゴムになってるから伸びる。そう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 、でズボンも一緒ですね、うん、ズボンキリンさん。これはおいくらでしょうか？これは、上下合わせて1390円。おお、いいね、上下で1390円だったらいいね。いいね。はい、今回は、まあ、今回はね、秋服、うん、秋服、秋服の購入、バースデーの購入品でね、まあ結構来たんだよね、あの
紹介してほしいっていうね。そう、あのストーリーでバースデーでお買い物したっていうストーリーをあげたら、あのこういう品載せてほしいですとか、コメントとか DM、インスタグラムの方でいただいたので撮ってみました。もしあのね、冬服もねやってほしいっていう、コメントとか、DM とか来たらやろっかなね、って感じかな。はい、っていう感じです。何点買ったんだろう。結構買ったよね。18点ですね、今回購入品は。見ました。見ました。この体勢で眠かったんだね。そう、眠かったの。さっきね、これ撮る前にお散歩行ってたんですよ。そうそう、3人でね。そう、お散歩行ったりとかしてたから眠くなっちゃったね。ということで終わります。次はね。